神戸電鉄6000系電車は2008年に登場した神戸電鉄の通勤系電車。本記事では編成単位で表記する必要がある場合は、有馬三田青あの先頭車の車番で代表し、6003、編成のように表記する。1994年の5000系以来の新型車両である。ワンマン運転に当初より対応している。 2007年5月15日に導入を発表し、翌2008年2月7日に公式発表が、6月1日に試乗会が行われ、6月4日より営業運転を開始した。親会社である、阪急電鉄の急線系に共通する点が多く、見受けられる。2008年度は4両編成1本が建造された。その後、2010年3月には、 さらに4両編成1本が建造されている。6 0 0 0系の車外側面表示膜、新鉄発のステンレス車体で、色は、従来車両の赤に黒とゴールドのラインが配される。全長は6000型が18.29メートル、6100型が18.14メートルとなっている。また、バリアフリーに配慮して、 床面高さを5000系の1.18メートルから1.14メートルと40ミリメートル下げている。で1070型を除く新鉄の他の3、扉車同様、両開き、片側3扉の客用扉を備え、扉間には、客用窓が3個配置されている。客用扉は、扉に物などが挟まった際に抜け出せるように、約6秒間扉を抑える。 空気圧を5分の1程度に弱め、その後本来の空気圧で扉を押さえる乗務員支援装置が装備されている。社外の種別、行き先表示器は字幕式に変えてフルカラー LED を採用。多くの鉄道事業者の車両で見られる文字表示方式ではなく、阪急9000系が採用したグラフィック表示を採用し、幕式と衣装の共通化が図られている。 全体的に、半球9000系統と内装が類似しているが、相違点として、木目調パネルの色調が、半球9000系の一部よりも、若干薄くなっている点と、半球9000系では、半摩節照明を用いているが、統計列では、蛍光灯カバーを用いている点が挙げられる。扉間の8人がかりロングシートに設置されている、仕切り板の配置間隔が、 阪急9 0 0 0系の3人から2人から3人に対し、こちらは4人から4人となっている。6 0 0 0系の運転台座席は、神戸電鉄の車両で初めてモヘアを使用した座席を採用した。客室内に液晶ディスプレイを設置し、自液案内やドアの開閉方向を知らせる。また広告等も流せるようになっている。車両間の貫通路部分仕切り扉は、 センサー式の自動ドアとなっている。制御装置は、新鉄の管理に従って三菱電気製である。本系列では新鉄で初めてイグブと素子を用いた1、C4M2 バンクにレベル、VVVF インバータ制御装置マップ -128 から 15V186 型が採用された。6000系機数車と6100系機数車に搭載する。5000系と同様に、 電力改正、発電ブレーキ付きであるが、ブレーキチョッパーを採用することにより改正から、発電制度の可逆運転を可能とするとともに、改正率の向上を図っている。5000系と同様床下に、ブレーキ抵抗器を搭載するが、抵抗器全体をケーシングしている点で5000系のものとは異なる。主電動機は、5000系と同様に、 三菱電機製の出力 120kW のカゴ型、三小交流誘導電動機メガバイトマイナス 5057A 型を採用。平行カルダン駆動方式を採用し、歯車比は7.07である。5000K と同様低速運転機能を有している。5000K に採用された軸。 両式ダイレクトマウント空気バネ台車であるキロワットマイナス68を改良したキロワットマイナス 68A を装着する6000系のシングルアームパンタグラフ左側が有馬側右側が神戸側新鉄発となるシングルアームパンタグラフを採用している6000系機数車と6100系機数車の神戸方の屋根上に 屈折部の外側を神戸型に向けて搭載している。5000系と同様に、電力改正、発電ブレーキ付きの無差型電気指令式、電磁直通ブレーキを採用。保安ブレーキも装備する。補助電源装置には静止系、ダイレクト3レベルイグブとインバータを採用。定格出力は95区場である。電動空気圧縮機は、過後形参照。 交流誘導電動機駆動旋回渦巻き一段圧縮方式の RC1500 型を新鉄で初採用。突出容量は毎分1500リットルである。これら補機類は6000系偶数車と6100系偶数車に搭載する。6000系制御電動車と6100系中間電動車からなる全車電動車の4両編成でありま方から。 CMMMMC の順に編成される。奇数車には三菱電気製の VVVF インバータが、偶数車には静止系インバータ電動空気、圧縮機、蓄電池が搭載されている。パンタグラフは奇数車の神戸より車端部に付けられている。 6001-2017年3月12日、しじみ駅6102-2017年3月12日、しじみ駅6101-2017年3月12日、しじみ駅6002-2017年3月12日、しじみ駅2021年4月1日現在、本系列の製造から搬入、試運転、営業運転開始に至るまでの映像を収録した DVD が、 神戸電鉄主要駅の売店で販売されている。ありがとうございます。